はあ。それなら。
退屈な仕事だったぜ。
ところで。マジかよ。聖国騎士団の副団長を務めるルシアンだ。ひとまずそう名乗っておこう。その肩書きも今となっては剥奪されているかもしれないがな。
ブリリスさん。見たところ怪我の影響はなさそうだな。なんだ、心配をしてくれているのか。あ、なわけねえだろ。体はもう問題ない。あの時は無様な姿を晒したな。同じ鉄を踏まぬよう私も精進せねばなるまい。あの満月のグリムワルドはまた来るってこと。ああ、遠からずその時は来る。だがそなたたちは私の想定以上に成長してくれた。この調子で一層の精進を期待する。アプリリスさん、なんだか変わった。相変わらず偉そうに勝手なことを言うよね。とりあえず目の前のグリムワルドを切り抜けるわよ。怪人たちよ、黒煙だ。まあ待て、さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にてこのアプリルス、忌まわしき夜の始まりはすでに。始めるといたしましょう。手強かったけどなんとかなったわ。そういえばまた監獄に侵入したらしいね。何か収穫はあったの？そういえば廃墟者さんと猛牛さんに伝えていませんでした。障壁に変化があったのは感じたけど、そんなことが。ねえ、監獄へ侵入した時って囚人たちには会ったりするの？それは監獄なのでそういう機会はあります。ひょっとして誰か会いたい人でもいるんですか？いや、そういうわけじゃないけど、とにかく満月のグリムワールドが普通じゃないのは分かったよ。私は町の外に用事があるわけじゃないけど、満月は手ごわいし、その時に備えて準備する必要はありそうね。時間のようですね。